じゃあ皆さん手拍子もねお願いします。自分の中でも振り入れて、やっぱり自分のニックのあのお尻振り振り言うのだけ入れたからみたいなやってたんですよ、ずっと、でカサボンもうまいこと回ってたよ、回ってましたよ、っていうか、一番すごかったのはやっぱりユウさんじゃないですか。そんなことね、そんなことね、さーっと演歌の歌い手さんとは思われるぐらいすっと、やっぱり歌のお姉さんみたいだった。さすがでございます。いや無理をお願いしました。朝芸のユウさんにちょっと大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。本当にありがとうございました。もう
これを機会でね、ゆうさんには常にどこに行っても真ん中にカサボンの歌を歌っていた。なあ、カサボンの歌いい歌ですよね。覚えやすくってさ、やらしいね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。さあ、この後は、最近出された曲を歌って